ザビーダ、あの話のことちゃんと聞かせて。あの話って告白の返事だっけ？ごまかさないで。言ったでしょ、お兄ちゃんと決着をつけるって。そのままの意味さ。アイゼンとはちょいと因縁があってね。それがどんな因縁か聞いてるの？妹さんを僕にくださいって言ったら殴られた。嘘ね。けど絶対やるだろ、あいつ。分かった、話す気はないのね。あいつが心配するわけだ。本当はどうなんですの？何か頼まれたんじゃないの、エドナのお兄さんに。さてどうだったかな。もしかして制約なのですか？いやいや、そんな大したもんじゃないって。けど口にしないもんだろう、男のやつ。